どうも山田です。はい、本日からですねビリジオンが、レイドバトルに復刻、そして今回から色違いの方が、入手できるようになりました。まあビリジオンね、1回目の出現の時はまあ正直まあ技的にもあんまり狙ってなかった方って結構いると思うんですよね。まあなので今回のビリジオンの復刻っていうのは、まあむしろね1回目よりもちょっと盛り上がるんじゃないかなと、個人的には思っております。ということで、ビリジオンレイド始まりました。やっていきましょう。でビリジオンなんですけれども、タイプがね、格闘と、草、この2つが入っているので飛行が20弱点になってるんですよ。まあ、なのでもう飛行のねとにかく火力があるやつを編成するのがいいんですけど、現環境だと最も飛行技の組み合わせで一番コンボ DPS が高いのがファイヤーなんですよね。はい、ファイヤーがしかも期間限定だったやつ、ゴッドバード、はい、あれを覚えてるファイヤーが最も、コンボ DPS が高いのですが、残念ながら僕そのファイヤーのそんな揃えてないっていうね、そんなに強化してないっていうね。まあ、飛行の技1技2の組み合わせで、普通に本人の種族値が高い、コンボ DPS が高い奴らっていうのが、まあ、もう、ド適正ということになってきます。で、そうするとね、今僕のパーティーにも入ってるんですけども、トルネロス。はい。こいつもね、めちゃめちゃ、普通強いですね。まあ、今、レッグーザーが入ってるんですけど、レッグーザーよりもトルネロスの方がコンボ DPS で言うと上です。はい。おとか言ってたらもう対戦始まりましたね。オッケー。それでは、色違い、ビリジオン、目指して、バトル、やっていきましょう。さあ、ビリジオンさん、結構、レイド参加者がいるから、お前な、レッグーザさん。せやな、忘れてたわ。このレッグーザあれだ。ギラティナ戦で使ってるレッグーザじゃないか、お前。そりゃ、そうだな、飛行技になるな。あ、飛行じゃなくてドラゴン技になるな。ファイヤーに変えさせてくれ。いや、だから、ちょっとね、ちょ、引かせて引かせてくれ、せめて。はい、オッケー。じゃあ、今紹介してたファイヤーとトルネロスに頑張っていただきましょう。そう、みんなもね、技変更してるかどうかっていうのは必ずレイド突入の前に確認してください。必ずですよ。はい、これ僕との約束です。はい。今回はビリジョンが耐久が低くてね、低いくてっていうか、飛行タイプで統一するとだいぶ攻略が楽なポケモンで、まだ良かったね。はい。ちょっとね、トルネロスの技に破壊構成になってる件について。技次で変えてこようね。とりあえずビリジョン。はい。色違いチェック。および CP が今2129でしたね。オッケー。はい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 。それでは色違いかどうかチェックしていきましょう。一発で色違いが出たらとっても嬉しい。せーの、ドン！はい、通常からですね。はい。2129ちょっと調べてくれよっか。ビリジオンなんですけど、1727が、まず、普通の時の個体値100で、で、今僕2129なんですけど、これ天気ブーストかかってるんですよね。2159が 100% みたいです。まあ、だからこれ100じゃないんだけど、まあ、悪くないぐらいの感じだね。ビリジオンね、僕ね、そんなにいっぱい捕まえてない気がするんだよな。あ、オッケー、入った。早いな。はい、ということで復刻しました。ビリジオン、ゲットだぜ。ありがとうございます。はい。よいしょと。はい、ビリジオン、シネノズキ、ストーン、エッジ。ストーンエッジなのね。聖なる剣を最初から覚えてるとか、そういうことはやってくれないというね。ですね、それでは大至急。大至急、さっき戦っていたレッグーザや、トルネロス、あいつらの技をね、変更してこようと思います。しゃあ、2戦目やっていきましょう。はい、この1戦目と2戦目の間にですね、先ほど技を間違えていたポケモンたち、すべて、技を、飛行の方に置き換えさせていただきました。はい。やっと火力が出るレッグーザが使えますね。はい、やっていきましょうか。まあ、パーティー名がギラティナになっていますけども、気にしないでくださいね。再利用してるだけでございます。はい。まあ、レッグーザよりもファイヤーの方がね、コンボ DPS 高いからね、本当はね、ゴッドバードファイヤーとかでね、ギチギチにパーティー組みたいんだけどね、まあ、個体値、つまり攻撃が高いやつとかが、ちょっとあんまりいないんだよね。あと、雨もそんなに今ないからね。まあ、ということでレッグーザですね。まあ、でもレッグーザでもね、まあ、別に弱くないからね。ファイヤーだけが、ちょっと火力バカなのよね。こいつだけがただただ高すぎる、ゴッドバードのファイヤーがね、それではビリジョンレイド2回目やっていきましょう。天気ブーストまだ残ってるといいな。はい、なんかなんとなくさ、
また電気ブーストどうせやってるでしょってか思ってたら切れてるみたいなことあるからね。なるほどね。まあ相手が今岩使ってきてるから、あの飛んでるポケモンシンプルな飛行タイプ、あのまあレックザンはその中では特に耐久がないからあれだけど、一撃ドーンと結構痛いからね。さあ、あーもう赤い、あーもう赤いよ。これは俺のレックザが倒れる前に倒せるかな。いけ、あ惜しいな。同士打ちぐらいの感じだったな。終わり、終わらないな。どうした、ビビリジョン、どうした。一回切ろうか。おお、来た。ちょっと待って。今ですね、なんか知らんけど、あの、弾かれちゃったビリジョンレード。今ね、アプリ落として入り直しました。すると、すぐゲットチャレンジ行きました。ご覧ください。ドーン!いらっしゃい!2144 はちょっと低いけども。天気ブースト的に言うとちょっと低いけど、色違い。ありがとうございます。初日の朝から調子がいいということでね。はい、色違いなので確実に入ります。ビリジョンの色違いめっちゃいいな、これ。この赤、まあなんかピンクっぽい赤、いいな、これ。ちょっとね、しっかりと狙っていきましょう。といっと、色違いの伝説は逃げませんので、やっていくぜ。やったぜ。え、これめっめっちゃ調子いい。2戦目はえぐい。はい、個体値一応見るけども、あ、まあ防御型でございますね。まあでもいいんです。はい、色違い。ビリジョン、ゲットだぜ。ありがとうございます。やったー。はい、それでは3戦目いきましょう。倒したー。オッケー。いいナイス。さあ。2159、まあ、ぼちぼちでございますね。さあ、開けていきましょう。レッツゴーと。色は?さあ、通常からか。いいのいいの。さっき出てるから。なんかさ、1回目と2回目、なんか何気なく普通にやっちゃったんだけどさ、ビリシオンさ、めちゃめちゃ距離近くなってない？捕まえやすさが普通に上がっててありがたいんだけど、エクセレントを入れやすくなってる。距離がね、昔とね、多分比較したらわかると思うんだけど、多分ね、こいつね、一歩前へしてくれてるの、ビリジョンがね。はい。で、これのおかげで、そんなに、スローをね、こう、遠くにしなくてもよくなった。ただ、距離が近いとやりにくいように、入った、一発入った、びっくりした。はい、ビリジョン3匹目、消させ。近いとやりにくいっていう方もね、結構いるんだよね。端末によってね、難易度ってやっぱりちょっと違うからね。僕は iPhone これは XS かな、まあまあ大きいんですよね、XS って。なので、そういったスマホだと近い方が僕は嬉しい。ワイドがあるとね、結構そのスローをね、思いっきりやらないとね、遠くのポケモンうまいことこう当たんなかったりするんでね。最後にですね、今回また復刻しましたビリジョンのですね、攻略何使えばいいのかと、どんなポケモンたちが適正なのっていうのをね、少しお話ししていこうと思います。はい、こちらがですね、ゲームイズのですね、おすすめしているビリジョン対策のポケモンが載っているページでございます。はい、こちらでですね、まずビリジョンの攻略のね、コンボ DPS で、見る、攻略の適正なポケモンたち見ていきましょう。まず1匹目がファイヤーですね。こちら翼で撃つゴッドバード、コンボ DPS が 32.21 と。はい、まあ今回の動画の中でもね、ファイヤーが一つもう頭抜けてんだよと、火力があるんだよという話をしたんですけれども、まあそれがですね、ここですね、ファイヤーですね。なんですが、このゴッドバードはね、期間限定の技というね感じになっちゃってるんで、今作ろうと思っても作れないんですよね。作ろうと思った場合は、入手した、ファイヤーにすごい技マシンスペシャルを使うという方法でしかこちらが、無理です。はい、なのでそれよりも下のですね、ポケモンたちの方が今から用意するんだったら実用的なのかな。まあ、その、現実的なのかなと、いうふうに思います。コンボ DPS で言うと、ドンカラスですね。こいつが、そのファイヤーに続いて2位になっているね。つつくとゴッドバード。はい。ドンカラスね、こいつ攻撃の種族値がシンプルに高いんですよね。なので、まあ、飛行のね、技で相手に20弱点つきつつ火力もあると。ただし、これ見ていただいてわかる通り、防御低いんですよね。はい。なので、ちょっとドンカラスさんはね、全然使っていいと思うんですけども、割とすぐやられちゃうっていうね。うん。で、あと、さっきのね、僕レイドでもね、僕相手がストーンエッジを何回か食らってたじゃないですか。まあ、ほぼほぼストーンエッジだったんですけど、ドンカラスもね、飛行タイプ入ってるから、岩技弱点なんだよね。だから、その飛行タイプのポケモンっていうのは、全員ですね、まあ、飛行タイプで相手に弱点をついて大ダメージ与えられるんだけれども、ストーンエッジでバーンと、でかいダメージを受けてしまうと、まあ、それファイヤーも全く同じですよね。なんだったら、ファイヤーの場合は炎が入ってきてるから、もっと
とダメージでかいんですよ。で、ドンカラスの次が、まあ、トルネロスですね。はい。これだったら割と最近、今年入ってから出てきた伝説だから持ってる方も多いと思います。なので、トルネロス、まあ、CP 高い、やつとか、高個体値のやつがいたら育成してあげてもいいかもしれません。で、時点で言うのはレックーザ。はい。レックーザコンボ DPS29.59 って感じで、まあ、1、2、3、4位なんですよね。まあ、だから、だったらまだレックーザじゃない方がいいんじゃないっていうね、方結構いると思います。僕はレックーザ使ってる理由はもうすごくシンプルで育成済みだからですね。はい。自分のコストとね、相談をして、まあ、一旦レックーザにしてるって感じですね。はい。あとは面白いのは、ケンホロですよね。エアスラゴッドバードの組み合わせだと、こいつも結構強いです。ただ、このケンホロもですね、耐久あんまりありません。さっきのドンカラスの防御ほどね、露骨ではないんですけども、HP も防御もね、まあ、高いとは言えない数字ですよね。なので、こいつも耐久性能はあんまり高くございません。なんか知らんのだけど、飛行タイプってね、耐久低めの子らが多いよね。うん。だから、まあ、割とね、パン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 やられちゃうんですけど、その点だけね、もう皆様、ある程度そこもう、容認していくしかない。はい。で、今言ったような奴らがいないという方はですね、その今6位以下に並んでいるポケモンたち、この辺をね、使ってあげてください。サイコカッター、サイコブレイクのミュウツーとかね。あとはもう、だいぶコンボ DPS 下がってくるけども、これトゲキッス。あと、ま、ヒヒダルマ、シャンデラ、リザードンとか、まあ、いろんなポケモンいますね。まあ、ビリジオン自体は、弱点ね、まあ、飛行を今ね、もう一番押してますけど、それ以外にもね、弱点あります。飛行が20弱点で、炎、氷毒、エスパー、フェアリーと、この5つものね、タイプも弱点になりますので、飛行タイプそんなに揃えられないという感じの方は、今言った5種類のタイプのね、技を覚えているポケモンを、一旦編成してあげてみてください。はい、ということで、今日の朝から来ています、ビリジオン。皆様ぜひぜひ、高個体値や色違いを狙っていきましょう。で、冒頭でもお話ししたんですけども、今回のビリジオンっていうのは、聖なる剣を覚えていません。で、聖なる剣のビリジオンを育成したいという感じの方はですね、今回は雨集めとかね、として割り切るのも全然ありだと思います。はい。まあ、今入手しているビリジオンを、もしくはその技マシンスペシャル、すごい技マシンスペシャルで、将来ね、こう、聖なる剣を覚えさせるとかね、まあ、で、それができるんだとしたらば、そのための個体値集めとか、まあ、そういう風にね、割り切るのも全然ありかなと思います。はい。それじゃあ今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また、私はまた Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。